小池さん、みょんさん、こんばんは。生島には新しい風がたくさん入るようになりましたが、皆さんトークスキルがぐんぐん上がっているように思います、うんうん、何か秘密の特訓メニューがあるんでしょうか。みょんさんの実体験も含めてお聞きしたいです。あ、どうすか実体験。僕は別に特訓メニューとか受けてないですね、うん、はい。でまた小池さんから見てみょんさんのツッコミは10点中何点ですか。73。もう怖いな。10点満点って言ってるんですよ僕。それを超えることもあるよねいや超えすぎなんですよ。どういう顔なんですかそれ。でこの後に僕ツッコミうまくしないといけないっていうプレッシャーも生まれるから。トークなんか、はい、まあ言うても僕芸人さんでもなければ、はい、タレントじゃないから一般人のレベルでちょっと上手いぐらいでしょ。テレビに出てる人たちはもっと上手いよ。まあそうですね。そう、僕最近やっぱ気づいたんだよね。トークというのはその場においてちゃんと捨てれる人間、言わないことを捨てれる人間がやっぱ上手いなというふうに思っていて、はい、大学生のノリみたいにさ、何でも例えば暴露でもいいよ、はい、あとあの下世話の話でもいいよ。これって別に配信に乗らないから堂々と言えるやん、うん。でもゲームと同じでさ、あの僕の大好きな幽遊白書でね、はい、クラマが不思議な部屋で入ってゲームをすることがあって、はい、それ1分経つことにあいうえお順の1個ずつ文字が減ってくるのよ、使える文字が。そこだけ僕見ました。あ、見た。そこだけ見ました。そう、だからあっていう文字がバツってなったら、はい、もう2分目からはあっていう言葉を使った言葉単語は使えないわけじゃん、はい、だからありがとうって言えないわけね、はい、だからそういう風に文字の制約があるっていう中でどんだけ、面白くできるかっていう、まあ、分かりやすく伝えるかっていうゲームなんですよ、はい、でそれって YouTube も全く同じで、もちろん言っちゃいけないキーワードもある、うん、でもちろんその特定の人物を出してなんかそういうイメージをつけることも良くないし、その大学生のノリで言ってるんだったら誰も聞いてへんから、はい、何でも言っちゃえって思って面白くはできるんやけど、はい、プロの世界になると、それはテレビとかになるとここ絶対使われない、ここ言っちゃったらトラブルになりそうってことは言わないし、絶対芸人さんも。ラジオなんか特にそうだよね。うん、編集ないんだもん。はい。だからそれが、これ言ったらおもろいんやろうけど、誰かが傷つくかもとか、これ言ったらトラブルになるなってことを瞬時に考えて、捨てれる人間がやっぱプロだなって思うんですよ。それが僕にはないっていうか。ない。東薬にはもっとないから。東薬はテレビでもガンガンいらんこと言ってバッサリカットされるから。いや、目の当たりにしてますからね。そう。だから YouTube で面白い人間と、やっぱテレビで面白い人間と、はい、一般で面白い人間は、やっぱそれぞれやっぱすごいんだけど、レベルにも差がありすぎる。だから別に僕らとかがトークが上手いっていうのは、その YouTube 上だけでなんとなく編集ありきでごまかせるトークスキルのだけで、うん、それはプロの人たちは叶わないよ。うん。というふうに思ってます。はい、ということでね、特訓メニューとは特にない。そう、ただ、ね、その僕の中でのこうやったら伸びるっていう方法は結構あって、はい、それは妙にすごい実践してるんだよね。はいはい、その結果妙は多分トーク力上がってるはず。え、そうで、あの東亜も言うてたよ、あいつコヤッキーさんのチャンネルやりだしてからトークめっちゃレベル上がったよなっつって。おお、ありがたいです。はい、へえ、それはもうなんか自分の中でしめしめと思ってる。俺はそういうふうにやったから。へー、じゃあもうこれはもうこうやって Vlog に僕がアシスタントとして入るようになった。はあ、い、ありがとうございます。じゃあこれ半年後ぐらいにユーサックにもやってみて。本当だ、本当にユーサックもちょっとトーク上手くなるのかな。おお、そうですね。今キモかわいいを売りにしてるから。キモかわいいを売りにしてるんだ、はい、そうそうそう、はい、初めて聞いた方もねいると思いますけどね、うん、はい、まあ、トークスキルどうやってあげるのとか、まあ、そういうこともまた質問があったらそういう回もやるんで、はい、はい、わかりました。自分なりのね、あくまで僕なりのなんで、うん、はい、はい、ありがとうございます。